皆さんはご存知ですか？音楽家が楽器を演奏するときはいつも頭の中いっぱいに花火が打ち上げられていることを。音楽家は一見冷静に集中して楽譜を読み、正確で訓練された動作をしているように見えるかもしれませんけれど、脳の中ではお祭り騒ぎが繰り広げられているのです。なぜわかるのでしょう？そう、ここ数十年で神経科学は大きな飛躍を遂げました。 FMRI や PET スキャナーなどの装置により脳をリアルタイムで監視することで、それがどのように働いているのか分かるようになったのです。これらの機器につながれた人が本を読んだり数学の問題を解くなどの作業を行うと、脳のそれぞれ関連する部分が活性化するのが観察できます。けれど、研究協力者に音楽を聴いてもらった時、科学者たちはそれに花火を見たのです。その人がメロディーやリズムといった音の要素を分解して構成し直し、音楽的体験へと統合する処理の過程で、脳の複数の領域が一度に明るくなったのです。私たちがまず音楽を聴いて、それに合わせて足で拍子を取るまでのほんの一瞬で脳はこの作業を行います。けれど、科学者が音楽を聴く人から音楽を演奏する人へ目を転じた時、裏にあの小さな花火は大祝祭へと変わりました。音楽を聴くことはかなり興味深い作用を脳に起こしますが、楽器の演奏は脳にとって全身運動にさえ匹敵することが分かったのです。神経科学者たちは脳の複数の領域で火花が散り、複雑に入り組んだいろいろな情報を驚くほど素早く同時に処理することを確かめました。けれど、音楽を演奏するとどうして脳が活性化されるのでしょう？これはまだかなり新しい研究ですが、神経科学では有力な手がかりが見出されています。楽器を演奏すると実質的に脳の全領域がそれに取り組みます。特に視覚、聴覚、運動領域です。さらに他の活動と同様、楽器演奏の厳しく体系的な練習は脳の機能を高め、それは他の活動の強化にもつながります。音楽を聴くことと演奏することの最も顕著な違いは、演奏には右脳と左脳両方でコントロールされる緻密な運動能力が求められるということです。また演奏は左脳が深く関わる言語的数学的な正確さと、右脳がより得意とする創作的活動を結びつけもします。そのため、音楽を演奏することで右脳と左脳の橋渡しをする脳梁の結びつきが強まり活性化し、より早く多様なルートで脳の中の情報伝達が促されることが分かりました。このため音楽家は学術的な面でも社会的な面でもより効果的、創造的に問題を解決することができるかもしれません。音楽の演奏はその情感とメッセージを作り上げ理解することを必要とするので、音楽家の多くは優れた実行機能を有しています。その一連の作業内容には、計画の立案や法略を練ること、細部に注意を払うことが含まれ、認知と感情の両面を同時に分析することが求められます。この能力は記憶システムの働きにも影響を与えます。そして音楽家は記憶の形成、貯蔵、検索をより早く効果的に行い、実に高度な記憶機能を見せてくれます。音楽家が記憶に概念タグ、感情タグ、音声タグ、文脈タグなどの複数のタグ付けをして、それらを高度に連動させて脳を活用しているらしいということが研究により分かってきました。まるで優れたインターネットの検索エンジンのようです。では例えばスポーツや絵画と比べて、これらの利点は音楽に特有だということがどうして分かるのでしょう？それとも音楽の道に進んだ人はそもそも最初から頭が良かったのでしょうか？神経科学者たちはこれらの問題を研究していますが、現在楽器の演奏を学ぶことは研究対象となったどの活動とも異なることが分かっています。研究開始時点に認知機能と神経処理能力が同程度の研究協力者をランダムに検証したところ、音楽を学んだ人はそうでない人に比べて脳の様々な領域が強化されていたことが分かりました。楽器演奏が精神面に与える恩恵に関する近年の研究により、精神機能への理解が進み、脳内でオーケストラを作り上げる内面のリズムと複雑な相互作用が明らかになってきました。脳のトレーニングが好きな人なら、ぜひチャンネル登録を。毎週新たな学びに出会えます。